皆さんこんにちは、ペストでございます。横綱物語続きやっていきましょう。940回目ね、名古屋場所後半戦でございます。さあ、七条さんは赤月さんとね、はい。で、塩小路さんはまだ下と当たるね。これで勝ち先行いけるかな。五条さんは高西さん、昨日は痛いっぱいでしたね。お、同門対決は八条さんと六条さんだ。いっぱい同士ですね。両替さんは下と当たって勝ち先行の状態。花嫁さんは今日は、おお、八重の実さんとか、これは勝っときたいね。もう、10勝5敗とかだったらね、もう安心して八重の実さんもね、引退させられますからね。さあ、北山さんは、安保桜さん、お相手は2勝6敗。これはパスします。九条さんは、諸瀬戸さんとですね、お相手は5勝3敗。塩小路さんは、比縁さん。比縁さんも5勝3敗。両替さん、勝ち越しかかっております。港川さんですね。お相手は現在4勝4敗。港川さんもね、なんか、すごい勝つ場所もあればね、こういう感じでトントンで来るときとね、ばらつきがある感じしますよね。つったー。さあ、もう一押し、二押し。なかなか港川さん、粘る。両替参戦。さあ、もう一回釣った。そして、釣り二つで追い込む。また差し替わった。突き出し、最後は突き出しました。両替さん勝ち越し、8勝1敗。7勝1敗同士、七条さんと赤月さん。さあ、七条さん、赤月さんの突きをものともしない。相手の得意の突っ張りを自分の突っ張りで突き出しました。これで勝ち越し、赤月さん2敗目。こちらは6勝2敗同士、五条さんと関脇高西さん。七条さんが張り手全く見せんかったね。さあ、ここは五条さんきっちり仕留めました。なんとか2敗をキープ。花山さん5勝3敗、横綱八重の実さんと。さあ、八重の実さん、ここ敗れると4敗目になりますね。はたき込みが不発。これね、よく決まってましたよね、はたき込みがね。さあ、花山さん頑張る。もうここしのいどけばね、本当に優勝見えてきますからね。この八重の実さんだけですよね、過言ではない。はたいた、やっぱりはたき込み。花山さん9連勝。さあ、同門対決、六条さんと八条さん。勝った方が当たり前ですけど、勝ち越し、先に勝ち越しますね。花嫁さんはやっぱり六条さんとの一番制したのかで、ね、大きいですよね。あとはまだこのね、八条さんとの不思議ちゃんと当たってないところか。ただ六条さんがここで八条さん、おお、より4つ入った。今度は突きで5つ目、そのまま上手出し投げ。八条さんは2敗目。誉さんはなんとか踏みとどまってますね。十両は2人とも九条さんは7敗目になりましたね。さあ、ということで上位陣、誉さんは踏みとどまりました。赤月さん、鳴門波さんは足踏みで、五条さんも7勝目入りましたね。では10日目いきましょう。さあ、七条さんは鳴門波さんでしたね。塩小路さんは勝ち星を拾いたい。ここで五条さんは高大和さんと、九条さんが負け越しかかってるのね。
丈夫さ、下たたるね。で、両替さんが八重の実さんと、苦手の八重の実さんのね、まあ勝ち越してるから、これはよし。花嫁さん、下たたる。さあ、こっからね、この下のメンバーとで落とさなければ、花嫁さんはもう優勝最右翼ですよね。北山さんは肥後嵐さん、お相手は4勝5敗。で、2勝7敗同士ですね、九条さんと維新花さん。さあ、両者とも負け越しがかかってます。維新花さんが突き2つ。九条さんも1つ返す。真ん中戻した。再び維新花さんチャージ。さあ、追い込んだのは維新花さん。そして突き出し。九条さんはここで負け越し、2勝8敗。塩小路さんはバレーホーさん、お相手は3勝6敗、これはパスします。八条さん勝ち越しかかっております、4勝5敗。浦風さんとの一番、いやーね、11月入ってから本当にね寒くなってきましたよね。もう足元のストーブとね、あ、朝方とか晩方でね収録になっちゃうから、足元のストーブとねホットコーヒーが欠かせなくなってきたねと言ってる間に八条さんなんとかこらえてここで、はたき込みましたね。花嫁さんは沖野桜さんのでしたね、これはパスします。で、七条さんが勝ち越しを狙っているナルトナミさんと、お相手は7勝2敗。瞬殺はたき込み、ナルトナミさんは3敗目。五条さん勝ち越しかかってます、6勝3敗。関脇高山さんとの一番、高山さんはなんとかね一発技で狙ってきてますね。さあ、次出しました、なんとかこらえて2敗をキープ。五条さん勝ち越し、両替さん5勝4敗、八重の実さんと。さあ、八重の実さん、ここ敗れるとピンチ、5勝5敗になります。両替さんはここを苦手の八重の実さんを制して、なんとかもっと上を目指したいところ。しかし、かぶり寄りで寄り切られてしまった、両替さん敗れました。六条さんは6勝3敗、小結び浅とんかたさんと。六条さんもまだ、直接対決こそ敗れてるんですけどね、1敗をキープしてる状態。さあ、追い込んだ、押し出し、六条さん勝ちました、1敗をキープ、9勝1敗。うん、花山さんも全然大丈夫でしたね。塩越さんもスタートなんで仕留めてますね。重量は九条さん敗れました、これで負け越し確定しました。ということで10日目終了、全勝は花山さん9勝1敗で、六条さんと七条さんの横綱2人で、8勝2敗が五条さん八条さんで、赤月さんが勝って赤月さんも8勝2敗で、あと我が部屋両替さんもいらっしゃいますね。若おばさんが9勝1敗、おー2番手チームか。で、塩小路さんが6勝4敗、勝ち越しまであと2つ。誉さん粘ってますね、3勝7敗。関脇陣ね、高錦さん、高山さん、浅野方さん、塩の実さんがまだ分かんない状態ですね。十両トップは八郎方さんと秀目奈さん、9勝1敗。ここで一気に絞られてきましたね。で、北山さんは真っ黒全敗。10連敗で、九条さんが2勝8敗というところですね。では11日目いきますよ、七条さんは浅野方さんと、塩越さんは下たたるね、これで、勝てば7勝目。五条さんと両替さん同門対決、2敗同士か。八条さんは下どうだね、春光しようと。六条さんは、ナルトナミさんね、またね、勝ち越しを踏みとどまされ、お、若おばさんとだ。で、北山さんが、
ああ、でもね、花嫁さん今場所負けるとしたあそこだね。九条さんは南総龍さん、お相手は8勝2敗。北山さんは大小金さん、お相手は1勝9敗。まあ、入りたての頃みんなこんな感じやね。塩小路さんは綾野国さん、こちらもお相手1勝9敗。八条さんは春子師匠、お相手は5勝5敗。まあまあ頑張ってますね。で、花山さんが若尾さん、お相手は9勝1敗。負けるとすればここかもしれんて。七条さんは小結び浅野勝さん、お相手は6勝4敗。さあ、浅野勝さん敗れるとこれで5敗目で、勝ち越し負け越しが当落戦場にだんだんね、近づいてきますね。この辺上位陣同士なんでね、あと2つが本当に遠くなってきますからね。追い込んで、あ、出し投げはこらえた。そして桁繰り、浅野方さん勝ちました。8勝2敗同士の同門対決、五条さんと両替さん。さあ、アクティブに行くのは両替さん。追い込んだ、回しが取れない。五条さん、そのまま釣り出し、勝ったのは両替さん。六条さんはナルトナミさん、お相手は7勝3敗。さあ、なかなか勝ち越しリーチからね、踏みとどまってるの、足踏みしてるナルトナミさんですけどね、我が部屋のね、上位陣にことごとく敗れてしまってる。さあ、六条さん一気につきついてった。差し替われば、おっと小手投げ、危ない。なんとか土俵際一歩返す。そして六条さんもう一回ついて突き出し、鳴門並さん今日も勝ち越せず、六条さんは1敗をキープ。花山さん、若尾さん仕留めましたね。これで全勝キープ。塩小路さんも勝ち越しまであと1つになりました。誉さん負け越し確定しましたね。塩の海さんも敗れて、負け先行か。これで重量は2人とも相変わらず敗れてると。ということで11日目終了。まず三役誉さんが負け越し確定しましたね。で、高錦さんは勝ったので7勝目、八重海さんも7勝目かで、高山さん、浅野方さんが6勝5敗、塩海さんは5勝6敗で負け先行になった状態ですね。で、2番手の若尾さんを仕留めた花嫁さんは11連勝でトップキープ。それを10勝1敗で追いかける六条さんと七条さんという状態です。12日目いきます。さあ、七条さんは、横綱になっているのは初優勝を目指したいところですね。八条さん、校長の若尾さんと両替さんと七条さんでしたね。両替さんが勝てばもう七条さんも、ほぼ沈んでしまう形ですね。さあ、花山さんは今日は春光師匠、なかなかちょっと気の抜けない相手が続きますね。北山さんは南総龍さん、お相手は9勝2敗2勝9敗同士、九条さんと大小金さん。塩小路さん勝ち越しかかってます。港川さん、お相手は4勝7敗塩小路さんはやっぱりね、横綱2人にね、連敗を止め、勝って連敗を止めてるのが大きいですね。さあ、釣り出しました。ここで勝ち越し、8勝4敗、9勝2敗同士、八条さんと若青葉さん、こちらパスします。花嫁さんは春光師匠、お相手は5勝6敗。七条さん10勝1敗、両替さん9勝2敗の同門対決。回しを取ったのは両替さん。七条さんすぐ押し返して、ターンは七条さん。今度は七条さんの突き。両替さんまた2つ入る。七条さん押せない。押せた。さあ、ここでまた真ん中戻る。で、両替さんが差し替わって戻ったし、
両替さんはまわしを取りたいところ、七条さんは押し込みたいところ。ケタグリー仕留めたのは七条さん、一敗をキープ。五条さんは浅野方さんと、お相手は六勝五敗。さあ浅野方さんもここで敗れると6勝6敗のタイに戻ってしまいますね。ケタグリー、五条さんは3敗をキープ。六条さんは高山さん、お相手は6勝5敗。こちらも6勝5敗なのでね、これで負けるとタイに戻ってしまいますね。六条さんはなんとか優勝戦線残るにはもう負けられません。さあ追い込んで突き出し、ここはケタグリをこらえてなんとか1敗をキープ。花山さんもきっちり勝ってるね。あー矢沼さん勝ち越したなまあそらそうやな。陣内さんが負けないね、強いね。え、お、九条さん取ったり使ったんだ、へー。ということで12日目終了、全勝変わらず花山さん12連勝、六条さんと七条さんがそれを追いかける11勝1敗、五条さんは9勝3敗、八条さんは、10勝2敗で、10勝2敗他には赤月さんがいらっしゃいますね。で、両替さんが9勝3敗、塩小路さん勝ち越しました8勝4敗。誉さんが負けてるから、負け越したからね、使用発動なければこれで小結び上がれると思うんですね。あ、やっぱり陣内さん勝ち越してるね。十両トップタイは、トップタイじゃないね、タイじゃなくなりました。八郎方さんが単独で11勝1敗でトップ、10勝2敗で武神会さん、南総流さん、秀港さんが追いかける形。北山さんは真っ黒12連敗、九条さんなんとか3つ目を仕留めて3勝9敗という状態ですね。では13日目、さあ七条さんは八重沼さん、もうこれで、負けるとアウトですね。七条さんは五条さんと六条さん横座同士の一番、九条さんで、八条さんは高西さんね、両替さんは鳴門波さん、これは六条さんと五条さんで、花山さんは今日は赤月さんとですね。で北山さん、八坂武さんと、北山さんは4勝8敗の八坂武さんと、九条さんはエマニシキさん、お相手は7勝5敗。塩小路さんはカズサナダさん、お相手は6勝6敗。両替さんはナルトナミさんと当たります、お相手は7勝5敗ですね。両替さんもまだ、あ、両替さんじゃない、ナルトナミさんもまだ勝ち越せてなかったんですね。小手投げ、両替さん敗れました、ナルトナミさん勝ち越し。さあ八条さんは高西さん、お相手は8勝4敗。八条さんもね、いいとこまで行くんだけどねやっぱりちょっとこっからがね、横綱の壁っちゅうか。下手出し投げ、八条さん敗れて3敗目。さあ花山さん、赤月さんとの一番、お相手は10勝2敗。ここ勝てばほぼではないな、まだ1敗がおるからね。さあ押されてる花山さん、突き落としこらえた、しかしちょっと防戦一方、なんとか真ん中戻す、回しはや赤月さん、おお、ついていく、逆転、もう一個、あー、もう一個押せない、追い込みたい、なかなか追い込めない、優勢は優勢、突き落としが怖い。真ん中戻されてしまいました、再びチャージ、2つで止まる、どうしても土俵際一歩手前から後ろへ下げられない、また逆転されてしまった。あー今度は逆に、あー押し出し、花山さん13日目で敗れる。
条さんは八重の実さんと、お相手は8勝4敗。下手出し投げ、七条さんも敗れてこれで2敗目。さあ残るは六条さんと五条さんの同門対決。六条さんが11勝1敗、五条さんが9勝3敗。突き出し、六条さんは勝ちまして1敗をキープ。これでトップタイになった。赤月さんがねえ高山さんは敗れたね。あー、これで7敗が高山さんになったのか。塩の海さんは粘った。で重量は2人とも負けると。さあ13日目終了しました。12勝1敗で六条さんと花山さん、それを11勝2敗で七条さんと赤月さんね。で誉さんは負け越し、あと負け越しそうなのは高山とさんね。まだ浅野方さんと塩野美さんは分かんないですけどね。浅野方さんが明日敗れれば両替さんとの千秋楽で分かんなくなっちゃうという状態ですね。では14日目いきましょう。七条さんと六条さん、六条さんが敗れればピンチ、五条さんが八重の実さんね。で、八条さんはそうか、赤月さんとか両替さんが高山さんね。高山さんを引導を渡せるかどうかやね。さあ花山さんはターニシキさんとですね、ここは連敗ストップかけたいですよね。九条さんは大筒山さん、お相手は2勝11敗で、北山さんは美濃朝日さん、お相手は5勝8敗。塩小路さんは沖津波さん、お相手は3勝10敗。両替さんは高山さん、お相手は6勝7敗。さあ高山さんに負け越しをつけれるかどうか。両替さんまずはもろ差し先行、もう一つもろ差し二つ目、追い込みたいところ、突きで追い込む、そして突き出し、高山さん負け越し。八条さんは赤月さんとですね、お相手は11勝2敗。赤月さんも2日目ね、落としてなければ全然優勝戦線だったんだけどね。さあ後半戦全然絶好調、花山さんに勝った勢いでそのまま寄り切り。八条さん4敗目、花山さんは高錦さん、お相手は9勝4敗。さあここは勝ってまだ優勝の可能性を残したいところ。勝てば優勢。さあ追い込んでもろ差しより決まりました。なんとか1敗をキープ。9勝4敗同士、五条さんと八重の実さんの横綱同士の一番。五条さんは八重の実さん苦手たまにねコンコンコーンと決まって突き出し決まる時があるんですけどね。まあ大体先行されるとダメやね。うん、厳しいな。北組で勝ってんのは見たことない、覚えてないなあったんかもしれんけど。ああ追い込まれてしまった。あー寄り切られました。八重の実さんこれで10勝目か。さあ六条さんは七条さんとですね、六条さんが12勝1敗、七条さんが11勝2敗。六条さんが負けるとあとは本当にね、完全にマジックが止まるという状態ですよね。
おー、粘る六条さん。真ん中戻したね、さすが。両者とも桁取りは今のところ不発。狙ってる感あるよね、どう両方とも。お、六条さん逆転。突き出し、六条さんの勝ち。これで千秋楽ね、まあ直接対決はないけど、浅野方さんがまず、ごめんなさい、高山とさんが、まず負け越しが決まりましたね。お、九条さん勝った。14日目終了、13勝1敗。六条さんと花山さんが並んだのは変わらず、明日は横同士になるんで、花山さんと八条さんか、これ分からんな。六条さんがね、勝てば逆転優勝になるんでね。で、もう12勝あと暁さんしかいないから、2人とも、ごめんなさい、2人とも負ければ巴戦があるよと。で、明日は横同士ですので、まあ塩の海さんは、誉さんとやれば勝つかもしれんな。ただ浅野方さんは負け越す可能性があります。陣内さんは結局9勝目までか。十両は浅野方さんトップ変わらず、12勝が消えたな。11勝3敗が最高ですね。2番手は1、2、また増えてきた、3、4、5人いる。で、北山さん真っ黒14連敗、九条さんが4勝10敗という状態です。では、千秋楽いきましょう。で、塩小路さん下と当たるんだ。五条さんがね、七条さん、千秋楽で軽犯対決。九条さん、で、八条さんはそうやね、花山地さんってね。両替さんが浅野方さんね、沈めれるかどうかで、六条さんが AI の美さん、これは勝たないといけない。花山さんも八条さん同門対決だけど勝たないといけない。どうなることやら。北山さんは2勝12敗の大筒山さんと、九条さんは美濃朝日さん、お相手は6勝8敗塩小路さんは紫龍さんね、お相手は7勝7敗。両替さん、浅野方さんとですね。さあ、浅野方さんも当落戦場、7勝7敗で千秋楽に来ております。さあ、両替さん、昨日は、誰だ一人ね、負け越し確定させましたけど、名前飛んじゃった。追い込んだぞ。そして寄り切り、浅野方さんも沈めました。さあ、花山さん優勝に一歩前進できるか。同門対決、八条さんと相変わらず手が遅いのよね、花山さんはね。さあ逆転、じっくりいけばね、もう多分、ケタグリー、花山さん敗れました。五条さん9勝5敗、七条さん11勝3敗の同門対決。さあ軽犯対決、今場所はもう全然七条さんの方が優勢。さあここは五条さん意地の急行停車駅。さあもう一度突き出し、七条さん敗れました。先輩の貫禄。さあ六条さん勝てば優勝、八重野さんと10勝4敗。お相手は負ければ、優勝決定戦並びに巴戦が待っております。突き落とし、六条さん逆転優勝。
最後桁繰りが決まるとは思ってなかったね。あ、そうかそうか、高山さんやね。あら、小丸さん、あれか。あ、別のメンバーと当たってたんだ。誉さんと塩野美さんってもうやってたんかな、もしかしてね。塩野美さん勝ち越したね。だから八郎方さん中流優勝やね。で九条さん、あー千秋楽小手投げで勝ってる。はい、ということで名古屋場所終了しました。六条さん14勝1敗で優勝、五条さん10勝5敗、七条さん八条さん11勝4敗、花山地さんは最後、後半で後手を踏みました、13勝2敗、両替さん11勝4敗、塩小路さんも11勝4敗。あ、そう。あ、陣内さん2桁勝ちやね。で、重量優勝はさっき言ってたように、八郎方さん14勝1敗。で、南総龍さんが12勝3敗か。で、北山さん真っ黒15連敗。九条さんは、ちょこちょこ勝ちましたね。5勝10敗という結果でした。優勝六条さん、技能賞高錦さん、関東賞塩小路さん、主君賞も高錦さんという三役賞でした。六条さんはん連続優勝か、これで直接対決ね、敗れてるからね、しっくりは来んでしょうね。はい、エンディングカットして、矢野美さんさよなら。ね、長らく楽しませてくれた最強 CPU、 ここで去る形になります。まあ五条さんの引退ね、一瞬頭よぎったんですけどね、もうええかと思ってね。さあということで、親方能力は、星5つの、全て満点ということですね。部屋記録、今回変動はおそらくないなかったね。あ、潮発動やなこれ。うん、潮濃い数上がってないからね多分。で幕使用率は6割9分6厘通算使用率6割7分2厘、これ多分変わっとらんな。六条さん連続優勝やね、多分。そうやね。花山さん惜しかったな。花山さん1年ぐらい優勝してないんじゃない、もっと優勝してないんか。あー、そんなことなかったな。九州場所、そうか、去年の九州場所以来なのか。11勝4敗もあったからね、次回は14勝以上の優勝で、昇格がある。さあ番付多分変わってないね、横綱不在の状態になったね。小結びは1個上がるからね。誉さん、朝野方さんが助かったんやな、ね、これはね、負け越したけど。で十条さんだけ残ったか、誰来た、石狩さんと東橋さんか。そうですね、これは間違いないね。この二人は名前覚えてないからね。石狩さんなんかいたかな。まあ 100% 北海道出身の設定なんでしょうけどね。東橋さんは何回かね見てる。で十条さんがまあ、東方やったから残っちゃったいう形か。あ、違うわ、北山さんと九条さんがダブルで怒って十条さんが上がったよね。そういうことやね。はい、ということで、次回は秋場所でございます。お楽しみにしておいてください。それではさよなら。